ベンジャミン・リンカーン・チャールズ・ウィルソン・ピールが1784年ベンジャミン・リンカーンの成果、マサチューセッツ・ベンジャミン・リンカーンはアメリカ独立戦争中の大陸軍少将である。リンカーンは各地で転戦して功績を挙げたが、サウスカロライナのチャールストンでイギリス軍に包囲された結果、1780年5月12日に独立戦争中の大陸軍最大の降伏をした。 時の指揮官である一方で1781年10月19日、バージニア植民地オークタウンでのイギリス軍降伏の際には、イギリス軍指揮官、チャールズ・コーンウォリス将軍の軍刀を受け取ったことでも知られる。リンカーンは1733年1月24日に、マサチューセッツのヒンガムで、父ベンジャミン・リンカーン大佐と母、エリザベス・サッチャーとの間に生まれた。 リンカーンの祖先は、ヒンガムに最初に入植した人々であった。リンカーンの少年時代は、家の農場の手伝いをしながら、土地の学校に通った。後に、教育の足りなさを感じたリンカーンはハーバードで修士号を取った。1756年23歳の年に、リンカーンはメアリー・クッシングと結婚した。リンカーン夫妻には11人の子供がいた。 リンカーンは父の足跡をたどり、土地の役場に職を得た。21歳で町の警官となり、翌1755年、サフォーク民兵第三連隊に副官として入隊した。1757年、リンカーンは町役場の初期に選出され、1762年には治安判事に選ばれ、1772年には中佐に昇進した。サフォーク民兵で、 リンカーンが積んだ経験がアメリカ独立戦争の3つの大きな戦闘で生かされることになった。1776年、リンカーンは順勝に続いて少将に昇格され、ボストン地域のすべてのマサチューセッツ部隊を指揮した。イギリス軍がボストンから撤退した後、リンカーンはニューヨークでジョージ・ワシントン将軍に合流し、ホワイトプレインズの戦いでは右翼の指揮を取った。 インデペンデンストリデでの戦闘の直後に、リンカーンは大陸軍の少将となった。1777年9月、リンカーンはサラトガの近くにいたホレイショゲイツの部隊に合流し、サラトガの戦いに参戦した。しかし、かかとにマスケット銃の弾を受けて傷ついたために、第二次サラトガの戦いでは大きな役割を果たせなかった。この時の傷が元で、その後は、 片足が短いままとなった。この傷が癒えるとリンカーンは1778年9月に南部方面軍の指揮官に指名された。リンカーンは1779年10月9日のジョージアのサバンナ攻撃に参加し、サウスカロライナのチャールストンへ撤退を余儀なくされた。リンカーンにとっては運が悪いことにチャールストン市内に追い込まれて包囲された。 1780年5月12日には、イギリス軍のヘンリー・クリントン将軍に降伏することになった。これは独立戦争中の大陸軍最大の敗北であった。リンカーンは降伏にあたって選手の栄誉を否定され、真底腹が立った。リンカーンは捕虜交換の時に解放されたが、調査委員会では何の都がも問われなかった。リンカーンはすぐに、 ワシントンの主力部隊に戻り、さらに南のバージニアに向かい、1781年10月19日のヨークタウンにおけるイギリス軍の降伏まで大きな役割を演じた。この降伏では、コーンボリス卿が敗北を屈辱に感じ、ワシントン将軍に直接軍刀を渡して降伏する儀式を拒んだ。結局、副官のチャールズ・オハラがコーンボリスの代わりに立ち、 ワシントンの副官であったリンカーンがコーンボリスの軍刀を受け取った。ベンジャミン・リンカーンの生涯の中で最も重要な出来事は1787年衆議会の一員としてアメリカ合衆国憲法の批准に立ち会ったことであった。その少し前の2月にはシェイズの反乱として知られる農民の反乱を沈めた。リンカーンは1809年の引退までいろいろな 立場で公的な活動を続け、1810年5月9日、ヒンガムで死んだ、ベンジャミン・リンカーンの名前にちなむ場所、ありがとうございます。